武田紀子、伊沢の八幡神社に来ています。こちらは伊沢五郎信光、武田氏のですね、3代の前ですよね、が拠点にしていた武田信光の、関係の場所になります。当時伊沢五郎って名乗ってましたから思いっきり伊沢氏ですよね、でも武田信光と、兄のですね有吉公が亡くなってですね、それで武田となって、開始御所属となったと。でその本庁というか政治の中心をですねここの伊沢に置いたことによってですね、一時期こちらが甲斐の国の中心地という形になりますね。今この辺はもちろん伊沢温泉ですから、ちょうど410今の国道411号旧、国道8号線ですかね、これがいわゆる甲州街道と呼ばれてたものらしいんですよ。で、ここを、拠点にですね、伊沢が栄えた、温泉ももちろんなんですけど、栄えたと、そういう場所になりますよね。後世徳川氏もですね、この辺りを治めてたということで、直轄地ですんでね、こちらに詳しく書いてありますけども、徳川時代はですね、陣屋なんかも置かれてたんで、その跡地もありますよね。ここは織田信長がですね、入った時に、武田征伐ということで、甲州征伐ですね、浅野氏ですとか加藤氏ですとか歴代のちょっと藩主が結構入れ替わり立ち替わりでしたんで、神社八幡宮としては残っているとそういう場所になりましたね。でこちらが伊沢八幡宮ですよね。本殿もですね近年焼失したようで今ご住職さんですかねお話しさせていただいてちょっと詳しく聞いてたんですけども、こちらの、門ですよね、これとこういったお庭のような感じでですね、残っているという形ですよね。本殿がすごい綺麗なんでね、あと、入り口にもありましたけど、絵画、絵馬ですね、これが指定文化財になっています。絵馬は中なんですけどね、こちら守られている像が2つありますね、かなり凛々しい感じで。この神社のパンフレットにも載っているのはこちらの像ですね。今日も武田信玄公祭りということで、かなり盛り上がってますけども、伊沢八幡宮です。伊沢信光と称した、武田信光ですね、開始も所属となってこの伊沢の地にですね館を築いて、ここ甲斐の国を治める拠点としたと、そういう場所になります。はい。